の電球の中に100円玉コインを入れてしまいます。どこにも入るとはありません。いきます。まず紙にコインを包みます。そして火をつけます。いきます。はっ、入りました。見えますか。これ口金を取り外しても出ないんです。完全に入りました。もう一つ、今度はハンカチを入れます。さらに電球を摩擦でつけてみたいと思います。まずはこの電球に明かりが灯るかどうかこすります。こすることによって摩擦が起きます。これは日本のエジソンと言われた溝口さんが考えた。お、ついてきました。つきました。この状態で明かりが漏れないようにカバーをします。それではこの紙にハンカチを、赤いハンカチを入れます。そして熱を加えて、熱とともにこの灯っている電球の中に飛ばしたいと思います。いきます。はい、入りました。完全に入りました。まだ電球もついております。さあ、どこからも入るところがありません。この口金を外すと出せます。はい、出てきました。テレポーテーション成功しました。電球